はい、皆さん、こんにちは。ワンダルルイジです。では、今回は、ボンバークルーですね。続きをやっていきたいと思います。で、校内のミッションが3つ出てますので、まずはね、3つ、この校内のミッションをこなしていきましょう。で、敵のエースが出てくるこのミッションなんで、敵のエース撃墜したいところですが、まずは生き残り最優先ということで、しっかりね、やっていければいいかなと思います。最悪だから敵のエースはスルーして逃げ帰るという選択肢もありかなと。では、エンジニアの方はリーンをかけておいて、一旦ね、燃料の節約をしていきます。で、爆撃手の方は一旦このままかな。で、場合によってはね、爆弾層の方に早期に移動させる可能性もあります。高度を下げましょう。雲の中だとターゲッティングがちょっとできなそうですね。だいぶ操作には慣れてきてるんですけど、実はボンバークルー今日久しぶりなんで、ちょっと不安がありますね。できればこのクルーは死なせたくない。ここまでみんな育てたので。敵をレーダーで検出。早い段階で仕留めたいので、全員包括を使っちゃおう。キャノンはね、当たると強いですね、やっぱり。対空砲火があるな。ちょっと高度上げよう。対空砲火も回避していく。さあ、敵のエースはどこに出てくる？では、高度を下げていきます。そろそろ爆弾層に人を入れておこうかな。じゃあ、で、爆弾をセットで、キャノンは補充します。敵がいる。敵のエースだ。これは撃つミサイルだ。で、ここにターゲットがあるので爆弾を撃っていこう。当たったのかな。お、当たったけどちょっとしか削れてない。マジか。もうちょっと当たってほしかったな。では、爆弾層を開けていきましょう。で、オートタグもこのタイミングで発動します。で、キャノンは補充。確実に爆弾を当てる。当てたらすぐに上昇。で、爆弾層を閉めて、トップに入ってもらいましょう。で、対空回避しながらね、うまく逃げ切りを図りましょう。おお、撃墜したか。ちょっとそんなつもりはなかったですが、撃墜できましたね。ミサイルが当たってくれたのかな。ちょっと全然追えなかったですけど、ターゲッティングができている。微妙だな。火事が起きている。ところに出てさ、超怖いよな。ちょっと高度を下げますか。オペレーターが凍えちゃってるんで。
あ、フォーカスを使います。忘れてましたね。ちゃんと使っていく。なんとか逃げ切りしたいよね。ちゃんとね。エースも撃破したし。あとは雲の下に出て、ちゃんとね、基地に帰りましょう。よし、これでドーバー海峡を渡れば大丈夫かな。いやー、機銃に座ってるクルーに乗せている服が重たいから動きがとろいね。まあその分防御力が高いっていうのもありますけど。ではコントロールのところに戻りましょう。もう敵は出てこないでしょう。どれくらい燃料が残ってるかですかね。はい、大丈夫そうです。敵のエースもね、少しずつ落としてはいるので、だいぶね、こなれてきたのかなって、なんかちょっと微妙な、大丈夫か？なんか、滑走路から少し、それじゃったけど。ブーストかけたまま着陸するとちょっと乱れるのかな？よし、敵のエース撃墜。一気に溜まるね、金が。お、焼夷弾が手に入った。これは一定時間以後、すべての戦闘機に対して最適。普通の弾薬は消耗しない。焼夷弾。OK。では次のミッションに入っていきましょう。航空機アップデートできれば、ちょっとアップデートもね、やっちゃいましょうか。ガンタレットはモーズ。303の自動装填。杖。ノーズ。含めて全部変えたい。あと大砲だよな。いやー、大砲。キャノンはさらなるアップデートは無理か。エンジンは？標準エンジンの5が全部ついている状態に持っていきましょう、まずは。で、残った2800円を使う。これで使い切りかな。じゃあ次のミッション進みましょう。このまま高難易度ミッションをこなしていく。これだ。一個なくなっちゃいましたけどね。このミッションやりましょう。敵の水力発電弾も破壊。このミッションでは実験的にバウンド爆弾の投下を行う。低高度での飛空が必要で、AA 銃から迎撃に合うだろうが、何としても一発で仕留める。うわぁ、一発か。ちょっと不安だな。A コードが入っていかなきゃいけないよね。では爆弾層にもう移動させておこう。夜間にね、バウンド爆弾を使う、実験的にっていうね。撤去レーダーで確認。どこだ？どこだ？フォーカスを使って一気に仕留めましょう。
ちょっと高度を上げておきますか。今の中だとターゲッティングがちょっと難しいね。さらに敵。ちょっと高度を一旦下げます。オペレータージョンストンが覚えちゃってるから。さあ雲を抜けて、一発で仕留めなきゃいけないっていう緊張感だよね。あとはね、また敵か。ちょっとオートダグを使っちゃいましょう。で高度をちょっと上げる。今対空を受けてるからね。でちょっと高度を下げましょう。またナビゲートができなくなってるからね。でダム接近している。どこだダム。あそこだ。一発で仕留める。爆弾層に移動だ。いつでも投下できる状態にして爆弾投下に集中。ん？爆弾がない。どこだ。見失った。あそこだな。こんな時にミサイルを使ってしまおう。確実に当てる。一回で。一発しかないもんね、俺ね。さあ当たってくれ。上昇をかける。 OK だ。帰ろう。急上昇をかけて、じゃあ爆弾層からトップに移ってもらいます。でフォーカス焼夷弾を使う。いやもうここは逃げ帰ろう。
写真を撮ればさらにポイントがもらえそうですけど、確実性を取る。では高度を下げてナビゲーションしてもらいます。なんとかね、クリアしたいですよね、一回ね。いや、敵の数が多いな。上昇をかけましょう。ターゲッティングしたら上昇をかける。ミサイルはもう使ったんだっけ？うわ、結構食らってんな今。ミサイルは使ってしまっている。火が出てんな、しょうがない。エンジニアを派遣するしかない。なんとかこらえてくれ。いや、さすがにミッション最後のステージ最後のミッションは結構しんどいね。よし、低高度で対空があるなら上昇をかけましょう。死なれると嫌なんで、やっぱテールが一番ダメージ食らってるね。テールは攻撃を食らいやすいね。なのでちょっとベッドで休んでもらってる間に上昇をかけて一気に対しましょう。メッキーがいる？ここか。雲の中だけどターゲーティングしたい。 OK。 うわ、燃えるよな、そんな予感したよ。もうエンジンもね、余裕があるわけじゃないからね。では戻ってもらいます。いつまでも寝ているわけにはいかない。では高度を下げていきます。なんとかなるかな。もう大丈夫でしょう。一応リーンをかけて
燃料節約しとく？燃料がなんかプープーいってるようなんで。残り燃料わずか。大丈夫か。これ敵が来るときついよな。ちょっと今度はどこが故障してる？電気系とか。大丈夫だね。OK だ。ここまで来ればもう大丈夫ですね。これで着陸です。ちょっとね、ドキッとしそうになりましたけども、ここまでね、航空機とクルー強化してから撃墜されて一からやり直す気力が ないからな。なんとしてもね、このクルー、この航空機でクリアしたいな。あ、下ろしてない。下ろさないと。よし、ちゃんと着陸できた。OK だ。これで、3つ目のステージのミッションが完了した形かな。3つ目、4つ目。2つ目、3つ目。どっちだろう。3つ目ですね。次、4つ目に進めるわけだな。みんな成長したからね。もう本当にこのまま死なずについてきてほしい。大丈夫だね。はい。というわけでね、今回はじゃあステージ3のミッションクリアしましたので、次回ね、ステージ4やっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。